ツイステッドワンダーランド。いやー、学園中の生徒からかき集めたプレゼントを運ぶの手伝ってくれて助かったっす。え？手伝ったからこれがプレゼントって。ちょ、それとこれとは話が別でしょ。ってなんだ、冗談か。今ので俺傷ついたんで、お詫びにもう一個プレゼントちょうだいね。今日は俺の誕生日、悔いが残らないよう全力で祝ってほしいっす。プレゼントは365日受付中。渡し忘れたものがあったら後日持ってきてくれても大丈夫っすよ。今日は楽しい誕生日。さっさとインタビューを片付けてごちそうにありつきたいっすね。プレゼンターには誰が選ばれたんだろう。個別で祝ってくれる人なら最高なんだけどね。もちろん心からのお祝いの言葉を送ろう。誕生日おめでとう、ムシュータンポポ。ラギー君にとって素晴らしい日になるように全力を尽くすと約束するよ。ルークさんがプレゼンターなんすね。いや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 、お気遣いは結構っす。遠慮はいらないよ。私としても隙のないインタビューにしたいからね。長引くと厄介なことになりそうだな。じゃあ早速インタビュー始めちゃってください。ウィ、まずはこの質問から。飛行術は得意ですか、不得意ですか？飛行術か。俺の魔力量じゃ長距離の移動は無理だけど、飛ぶこと自体は好きっすよ。授業の成績って話だと、可もなく不可もなくって感じっすね。ラギー君はバランス感覚に長けている。逆さでほうきにぶら下がれるような身体能力もある。それでも飛行術の成績が普通止まりなのは、基礎に至らぬ部分があるということかな。大正解っす。得意な課題とそうじゃない課題で結構評価に差があって、何かを避けて飛ぶのは得意なんすよ。ほうきに乗って鬼ごっこする授業でも最後まで捕まらなかったし、地元の狭い路地を飛び回って怖い大人たちと追いかけっこしてたおかげかもしれないっすね。ただ白い線に沿って飛ぶとか、一定の速度を維持してゴールに到達するみたいな課題はどうもお坊ちゃんたちみたいにお行儀よく飛べって言われても困るんすよね。確かラギー君にはディスクシーフという異名があるんだったね。マジカルシフトの大会がテレビ中継されている最中に実況者にそう呼ばれたのが始まりだとか。ルークさん詳しいっすね。なんかやだな。ラギー君の活躍はエペル君を通してよく耳にしているよ。なるほど、エペル君経由か。ポムフィオーレで俺が話題になってるってなんか変な感じ。褒められたところで腹の足しにもならねえけど、まあ悪い気はしないっすね。マジカルシフトの強豪ナイトレイブンカレッジでラギー君が活躍できているのは、予測不可能なコース選びと隙を見逃さない目ざとさを買われた結果ということかな。あれ、もしかして俺戦力分析されてる？やだな、誕生日のインタビューなのに。誤解だよラギー君。私はただ君の強さの謎を解き明かしたかっただけさ。とはいえ君の能力に興味をそそられたのも事実。どうだろう、私とも追いかけっこをしてみるのは。質問はまだまだあるんですよね。さあさあ次行きましょう。次、では次の質問に行こう。得意な授業は何ですか？動物言語学っすね。これだけは自信ありますよ。ネズミ相手でもちゃんとおしゃべりできるんで。ネズミのような動物の言葉は難易度が高いのよ。素晴らしいね。何か特別な勉強をしてきたのかい？いや、
特別なことは何にも。実家の近所にうろうろしてた犬や猫、それこそネズミなんかと接するうちに自然と身についてたんす。あとはバイト先のオーナーの飼い犬の散歩とか、猫の餌やりを手伝った経験も生きてはいるかな。ふむ、身近な動物たちとの交流がラギー君の糧になっているというわけだね。とはいえ、動物たちと一緒に暮らしたからといって彼らの言葉で語り合えるようになるとは限らない。獣人族の耳の良さというアドバンテージを考慮しても、君の学習能力の高さには感心させられるよ。どうも。動物言語学は俺的にも抑えておきたい分野なんすよね。実用性が高いから就職にも役立ちそうだし、昔やってたバイトでも重宝してたんす。動物言語学が重宝されるアルバイトはたくさんありそうだ。詳しい話を聞かせてくれるかい？例えば、飼い主が留守の間に動物の世話をするペットシッターをしてた時のことなんすけど、ある依頼者に猫ちゃんに食欲がないから心配、よく気をつけてあげてほしいって言われたんす。で、お世話中に動物言語でどっか悪いのって聞いたら、ずっと同じ餌で飽きたって返されて。ああ、人間と一緒に暮らしている猫には割とよくある話らしいね。そうそう。でもその飼い主さんは知らなかったみたいっすね。だから帰ってきた後にご飯を変えてみたらどうですかって提案したんすよ。そしたら翌日にまた依頼が来て、また留守にすんのかと思ったら、猫に食欲が戻ったお礼を言うためだけに呼び出したんだって。あの時は何もしないで稼げてラッキーだったな。それだけ嬉しかったということだろう。喜ばれてよかったじゃないか。そりゃあもう、そのお客さんリピーターになってくれた上にいい口コミまで広げてくれて、指名で依頼が入るから一時期は大忙しでしたよ。芸は身を助けるとはよく言ったものっすね。楽しいひとときはあっという間だね。これが最後の質問だ。休日の過ごし方を教えてください。休日ね、休みらしい休みってほとんどないからな。おや、そうなのかい？マジフト部の練習や試合が入ってる日がほとんどだし、他の日はできる限りバイトを詰め込みたい。授業が忙しくて長期では働けないから、今やってるのはほとんど麓の町での日払いの単発バイトなんす。それは忙しい。でもラギー君のお眼鏡にかなうアルバイトがない時もあるんじゃないかい？そういう時は寮生やクラスメート、部活仲間なんかの雑用をやってるんで、金払いは悪いけど、飯おごってくれたり、片付けの時に出た不要品をもらえたりするんすよ。不要品っつっても売れば結構な金になる。捨てる神あれば拾う神ありってね。トレビアン、社会経験を積んでいるだけでなく環境問題にも取り組んでいるとは感心だ。いや、そんな大したもんじゃないけど、まあいいか。あ、でもこの間の休みはバイトも雑用もせず、部活の同級生たちと麓の町に行きましたよ。午前中に練習が終わった後、ほうきに乗って、俺の誕生日の前祝いって名目でね。部活を通じて育まれた友情とはボーテ、実に美しい関係だ。別に普段から仲良しこよしつるんでるわけじゃないっすけど、まあ俺があげたプレゼントのお返しとか、部室の掃除を変わったお礼をくれたのはありがたかったな。嬉しそうだね。どんなお返しをもらったんだい？まずは昼飯、ハンバーガーショップで一番高いセットメニューをごちそうになったっす。その後はみんなで街をいろいろぶらつきながら、特売品をちょいちょいチェックしたりなんかして、喉が渇いてきたなーってタイミングで流行りのカフェでちょっと休憩。ドリンク一杯で1000マドル近くするから、普段はまず近寄らない店だけど、おごりとなれば話は別。ホイップクリームがたっぷり乗った甘いカフェオレ、うまかったな。コーヒーとミルクとシロップなんかと一緒に、氷もミキサーでガーって粉々に砕いてあるから、ちょっと汗ばむ気候の日にはぴったり。最後まで美味しく飲み干せるのもいいっすね。普通のドリンクだと氷だけ残っちまうから、
最後の方はちょっと味気ないんだよな。あの手のものは自腹じゃまず飲まないし、また今度誰かのおごりで飲みに行きたいっす。素敵なプレゼントをもらえたようだね。他にも飴でコーティングされたフルーツとか、パスタやらなんやらの惣菜が挟まったパンとか、結構いろんなものをおごってもらえたっすよ。お土産のお菓子までつけてもらって大満足。1マドルも使わずに最高の休日を過ごせたっす。今日もこの後腹いっぱいごちそうを食えるし、誕生日って本当に最高。ナイトレーブンカレッジに入学して改めて実感できたっす。名残惜しいけれどフィナーレの時間だ。ラギー君、このほうきを受け取っておくれ。ありがとうございます。食えない花には詳しくないけど、なんかうまそう。焼き菓子みたいな色してる。それにしても豪華な花束だな。売ったらいくらになるんだろう。なんて冗談っすよ。冗談と聞いて安心したよ。温かみのある優しい雰囲気の花束だ。今日の記念に大事にしておくれ。さあムッシュタンポポ、このほうきとともに大空に羽ばたきたまえ。はいはい、了解っす。そんじゃ最後にしっかり決めてきますか。お待ちかねのパーティーが始まるまであと少し。腹ごなしに張り切って飛んじゃうっすよ。みんなの前でお披露目するなら俺らしく飛ぶのが一番っすよね。